ボイトレクエストです。お久しぶりです。今日は、いつもレッスンの中で行っている発声練習のパターンをお家でもできるように動画を作成いたします。ぜひご活用ください。では一つ目いってみましょう。一つ目はアッカンベー発声練習です。アッカンベーしたままハヒフヘホを3回犬呼吸。こんなパターンでした。では一緒にやっていきましょう。音程上げていきます。ワン、ツー、サン、アイ。上がります。アイ。ラスト。OK。では2つ目の発声練習です。高音の裏声をやはり犬呼吸で口からしっかり息を吐いて歌うトレーニングです。これもまたハヒフヘホを3回犬呼吸で裏声をやっていきましょう。こんな感じでした。鼻をつまんで口を意識します。ハヒフヘホ、ハヒフヘホ、ハヒフヘホ。では一緒にいきましょう。3、はい。ハヒフヘホ、ハヒフヘホ、ハヒフヘホ。上がります。ではここからはできる方できない方分かれていってください。リップロールからうおあえい、口の方へ声を出していくトレーニングと、タングトリルから口の方へ声を
通していくトレーニングです。リップロール、タングトリル、それぞれ鼻の方に行かずに口から吐く、口声になりやすい、トレーニングのしやすい方法なので、そこから、言葉へつなげていきます。母音へつなげていきます。まず裏声からこんな感じでした。2回こんな感じで続けていきましょう。じゃあできる方一緒に行ってください。はい。それでは今日の発声練習最後、地声でタングトリル、もしくはリップロールからウオアイとつなげていきましょう。先ほどちょっと言われ忘れましたが、タングトリルの後絶対息を止めずにトゥルルルルー、すぐにウーッと同じ息の強さ、同じ息の方向に変えていくのがとても大切なトレーニングです。では地声でいってみましょう。こんな感じでした。トゥルルルルルいける方一緒に言ってください。さあ、はい、ということで、ここまではいつもレッスンの中ではいつもやる発声練習でした。皆さんも日々の生活の中でこのトレーニングも繰り返してみてください。今日は説明一切なしでしたので、またこれからですね、不定期ですけれども、できたら週に1本ぐらい動画を上げていきたいと思いますので、いつもですね、だいぶブランクを開けてしまったにもかかわらず、皆様ご視聴いただきありがとうございます。またこれからもよろしくお願いいたします。それでは。